はいどうも皆さんこんばんは、内木野です。今回はサムネやタイトルにも書いてあるとは思うんですが、今現状でのランクマッチで蔓延しているチーターの問題について、実際におじさんがプレイした動画を見ながらこの問題についてちょっとね話をしていこうかなと思っております。実際の動画というのは、最近おじさんはねランクマッチの様子を配信をしながらしているんですけど、その時にね遭遇したチーターの様子になっております。はい、遭遇したと言いますかね、仲間になった話になっております。チーターが仲間になっちゃったって話になっております。はい、それではね早速なんですが、その時の動画っていうのを見ていきたいと思います。こちらの動画ね配信時の動画になっておりますので、ちょっとね画質が悪くて、またおじさんの音声も載っていてね聞きにくい、また見えにくい点はあると思いますが、はい、その点はねご了承ください。はい、それでは見ていきます。まずね最初の方から見ていくと、味方のバナーですね。今回の対象っていうのはこちらのレースの人なんですが、勘のいい方、今までねチーターの被害に遭われた方っていうのはこのバナーを見るだけでおやと思う方が多いと思います。それはねこちらの名前ですよね。このようにね日本人では読めないような漢字がいっぱいの名前をしていると、はい、それだけでもうこいつチーターちゃうかって疑ってしまうようになっております。名前だけで決めつけるのは本当に良くないことなんですが、昔にシーズン10ぐらいの時にねおじさんは台湾サーバーでよくプレイをしていた時期があって、その時のね台湾サーバーはねほぼ毎試合のようにチーターがいました。その時のね苦い経験からこの名前はチーターじゃないかと疑ってしまうっていうわけなんですよね。実際はねそうじゃない可能性もあるので、もしかしたらこの人チーターかもってくらいにね思って心構えをしておいた方がいいよっていうことですよね。はい、次はね効果、実際のプレイを見ていきたいと思います。ジャンプマスターはねこのレースの方で生産工場の方に降りております。はい、ここで敵のチームと被っているので初動ファイトをしていきます。するとねレースの人が早速とファイトをしに行ったんですが、強ない？はい、こんな感じです。はい、これでねもう一度見てみます。銃声が聞きやすいようにちょっと音量を少し上げておきます。はい、ウィングマン3発でダウンを取っております。動画内のおじさんもかなりねびっくりして叫んでますよね。近くで見ていたわけじゃないのでこれ何とも言えないんですが、ここまで来るとねかなり疑っておりますおじさんは。はい、先ほどの戦闘がね終わって次の戦闘になるんですが、また別のパーティーがここに来ているって感じですね。チーターだと思われるレースの人がダウンをして調子に乗ったおじさんがね 1v1 を仕掛けてやられてしまって規制を上げています。なんちゅう声出しとんねんと思うんですけど、これは置いといてください。これは、はい、この間にねレースの蘇生が通っておじさんは格殺をされたので、疑わしいレースの人のプレーを見ていきます。負けた。あ、ちょっとこの人、ちょっと待って。はい、どうでしょうかこのボルトの腰打ちは。上手い人だったらねエイムが良くてこのキルスピードぐらいは出せるとは思うんですが、おじさんが気になったのは弾の飛び方が不自然に感じたので、おじさんの中でこのレースチーター説っていうのはほぼ確信に変わってます。確信してます、正直言ったら。はい、そしてねおじさんはその後リスポーンされたんですが、言ってまだ黒確定っていうわけではないので、一応自分のね装備は整えつつレースの動きっていうのを見守っていってます。はい、するとねこの距離のボルトで敵をダウンさせてもう一人の敵のアーマーも割ってます。しかもね不自然なことにアーマーを割ってすぐに射撃をやめてます。おそらくもう一人の方の味方の人に、キルポイントを入れるためなんじゃないかなと思ってます。正直ねこのくらいの距離でも、はい、ここからちょっと宣伝になるんですけど、このくらいの距離でもおじさんが紹介しているリコール動画っていうのを見て練習をすれば球をまっすぐにね飛ばすことはできるんですけど、そうじゃなくて明らかにね質が違うエイムなのが分かります。人力じゃないんだろうなっていう感じのエイムをしてた感じですね、遠目から見てなんですけどね。はい、ここからねおじさんは、この人はもうチーターだと確定して敵パーティーのために何かできないかと頑張ってはいるんですが、正直何もできないんですよね。無抵抗でキルポになることしかできません。はい、このようにね味方にチーターが来ると自分は何もできることはなく、もう対処法がないっていうのが今現状になっております。これはねほんまに時間の無駄です。はい、おじさんはねここでちょっとねおじさんのことを言わせてもらいますと、おじさんはねもう少しで38歳になってね、
おそらくエーペックスをプレイしている皆さんに比べるとお年を召しております。はい、これねちょっと自分のことなんですけどね。はい、若い時にはねちょっとわからないとは思いますが、年齢を重ねるとゲームのパフォーマンスがかなり落ちてきます。もう1日にね集中してプレイできる時間も限られてきます。まあ、いわば年齢によって、まあ、毎分のようにゲームが弱くなっていってしまうおじさんはね、本当にワンマッチワンマッチに真剣になってプレイをしてます。でもね、そんな限りある時間をねこういったチーターに潰されてしまうんですよね。味方になった場合、もちろん敵に来た場合もそうなんですけどね。まあソロランクでやっていると、まあ、味方に来てしまうっていうことはこれから先どんどん増えてくるでしょうし、まあ、そうなるとね何が悪いのかというと、ゲームをね、まあ、この Apex 自体をプレイをするっていうことがなくなってくると思ってます。まあ、おじさんのようにねランダムマッチで、まあ、不可抗力とはいえチーターと仲間になるってことによって、まあ、やられた敵パーティーからすると、まあ、そのチーターの仲間であるおじさんも同罪に移りますよね。まあ、実際にこのマッチおじさんはランクポイントちょっとですけど漏れてます。まあ、それって相手からするとおじさんはチーターにブースティングをされていると捉えるでしょうし、まあ、おじさんからするとこれはね損でしかないです。損得の損です。まあ、ただ必死に頑張ってねおじさんはプレイをしているだけなのに評判は落ちていきます。はい、そうなるとね今他の配信者の人っていうのは怖くてソロ配信っていうのはしにくい状況になっていると思います。そして今のランクマッチのシステム上、まあ、ソロではね盛りにくい環境にねだんだんとなっていて、さらにね今回のようにチーターが仲間になるっていうリスクが増えていくとソロプレイヤーがどんどん減少していくと思います。まあ、実際減っていますよね。まあ、そうなるとね Apex の大半を占めるソロプレイヤーの数が減少していって、プレイ人口が減少していって、最終的に Apex が終わってしまうという流れがもう本当にすぐそこにまで来ていると思っております。まあ、ですので運営の方にはねチーターの対策をしっかりと行ってもらえると、まあソロの方も安心をしてプレイができるので本当に頑張ってほしいところです。ここはもちろん一番悪いのはチートを使用しているプレイヤーが悪くて、まあ、それ以外のほとんどの人っていうのはもう被害者です。やられた人もそうですし仲間になった人もそうですし、まあ、もちろん運営の方も一番の被害者だと思ってます。まあ、しかしね先ほども言ったようにチーターがここまで増えてくると、もう元々だんだん減っていっていた人口がさらに減少するっていうきっかけになるので、まあ、ここだけにはね本当に力を入れて対処をしてほしいっていうのがもう一プレイヤーであるおじさんからのお願いになってます。まあ、おじさんはね Apex を始めて約2年間です。その間 Apex 以外のゲームはねほぼほぼ触ってきていないくらいにこのゲームって本当に大好きです。まあ、大好きなんですけど、ここまでプレイができない環境とか、まあ、ソロでは上がりにくい環境が続くと、もうどんなに好きなゲームでも、まあ、プレイはできなくなってしまうのでね、ここは運営さんに本当今頑張ってほしいです。はい、以上がね今回の今 Apex で蔓延しているチーターについての問題についてちょっとね話をしていきました。おじさんの感想なんかもちょっと喋らせてもらいました。まあ、実際にねチーターについてはプレイヤーでは対処ができなくて本当に時間の無駄だと思えることが多いです。まあ、ですのでねこの動画を出しても影響っていうのは少ないとは思うんですが、運営さんに届いてくれることをおじさんは願ってます。はい、何回も言うんですがね Apex は本当に大好きなゲームなので、長くプレイができるようにしていただければ助かります。はい、それではね今回の動画っていうのはちょっと以上になっているんですが、皆さんが思う今の Apex の現状についてのコメントなどをお待ちしております。またねチーターが仲間に来た場合の対処法なども知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひおじさんに教えてください。はい、ご視聴ありがとうございました。